写真のセルフタイマー撮影について解説します。今この画面はですね、写真撮影の画面になっていますが、セルフタイマーはかかっていません。ここで画面を左にスワイプします。もう一度スワイプします。そしてアスペクト比というのが16対9と4対3、2つ選べます。16対9というのは、今ですね、一般に撮られているハイビジョンの縦横比ですね。アスペクト比って縦横比なんですね。4対3というのは、コンパクトデジタルカメラなんかの初期設定のアスペクト比が4対3、非常に多いですね。それから古いですね、SD 画質のビデオなんかは4対3のものが多かったですね。今ここは16対9にしておきます。そして隣のカウントダウンですね、これ、タイムラプスの時も出てきたんですが、これがセルフタイマーなんですね。何秒があるかというとオフ、ここですね、3秒ですね。それから5秒、それから7秒、このように3種類あります。この状態で元に戻します。写真撮影画面と画面の上に 7S って書いてあるんですね。ちょっと見づらいかと思うんですが、録画ボタン、シャッターボタンを押すと7秒後にシャッターが切れます。6、5、4、3、2、1。はい、これで撮影ができました。もう一度やってみますね。シャッターボタンを押します。7、6、5、4、3、2、1。はい、シャッターが切れました。これ、実はですね、このままだと戻らないんで、自動的に戻るということがないので、先ほどの写真からもう一度スワイプして、ここですね、シャットダウンをオフにして、元に戻してやります。そうすると、カメラのマークのところの 7S が消えましたね。このようにして、セルフタイマーの撮影をします。それではビデオの自動追尾撮影の方法を紹介します。まずこの状態でですね、ビデオを撮ります。そして追尾したいもの、今正面にあるですね、ウェアラブルカメラを追尾させようと思いますので、今画面の真ん中ですね、画面の真ん中をダブルタップします。はい、これでですね、自動追尾するようになりました。こう斜めにしてもですね、どこ向けても、常にですね、カメラの方をこのように追いかけるわけですね。はい。解除するときは、戻るボタンか、あるいは画面をタップします。戻るボタンで緑の枠が消えました。これですね、解除ということになります。
行った。